今日はお話し会ありがとうございました。一部からで朝早かった。一部が10時から、でも握手会の時の一部って9時からだったっぽいですよね。早くない？握手会9時からやってたんだ。朝っぱらだね。オンラインは10時からね。今日は10時からお話ししてました。ありがとうございました。今日はお話し会終わってからレッスンで踊ってきて、めちゃくちゃ汗かいて、自分でもびっくりするくらい。なので前髪がもうこうです。キャップかぶっちゃったし。前髪切ったんですよ、この前美容室行ったから。結構短くなったんだけど、もう私お風呂上がったらっていうか、お家帰ってきたらまずお団子にして前髪全部ピン留めるっていう、あの髪の毛ない状態にしちゃうの、いつも。もう邪魔すぎて今はしない。そう、もう寝るまで、寝る直前までそうです。お風呂上がりも絶対こうしてこうして。もちろん乾かしてからすぐ乾かすタイプ、私は。暑いけど。その服めっちゃ可愛い。やった！だよね、私も可愛いと思った。黒とベージュが2色あって、悩んで悩んで黒にしようと思ったの。黒にしようって思ったら、お店の人にベージュの方がお似合いですよって言われて、そうですか、ベージュいっぱい持ってるんですよねって言って、ベージュだったらいろいろ合わせやすいし、インナーとしてこの上からキャミ着たりワンピ着たりもできるし、デニムでも今日履いてるスカートでもお似合いですよって言われて、ですよねって言ってこちらにしました。本当は黒が欲しかった。黒のトップスを探してお店に行ったのに、まんまとお店の方の一言にやられてしまいました。ちょろい客です、私は。どっちもっていう選択、そうなん。でも同じ形の服を2色買いはまだしたことない。悩んだ時はそうできたらいいよね。でもなんか同じ服を2色買いっていうのはなんかもうなかなかまだできないですね。だから黒のトップスを探す旅がまた始まります。あら、ミラーボール。髪もね、染めましたよ。一昨日かな、昨日だっけな、美容室に行ってきて、結構色も抜けて茶色かったのがちょっと暗めにしていただいて、しかももうみんなが伝わらない、分かってもらえないのが悔しいくらいにサラッサラ、サラサラだけじゃないの、なんていうの、しっとりしっとり。やっぱ美容室帰りが一番サラサラだったけど、トゥルトゥル。かゆい鼻が。触ってほしいってくらい。ああ、もうおうち仕様になりました。前髪だけさすがにちょっと下ろすか。
リフじゃないこれなら。もうすごいよ、めっちゃサラサラで柔らかいし。美容師さんにも髪伸びの早いねって言われました。本当に早いと思う。ザラで服買いますか？めっちゃ買う、めっちゃ買うよ。バッグもザラ。ですよね。今日夜ご飯別にちゃんと食べてないし、いいですよね。お昼に朝ごはんカフェラテで、お昼はお弁当をまあ完食しまして、まあ、それからレッスンして大して食べてないし、いいでしょ。いいよね。だって夜ご飯大して食べてないもん、ちゃんと。まず言い訳から入るっていうね、いいよって言うしかないよね。お昼だけしっかり食べた。12時だよ。12時前かな。いや12時か。いいよね。だって夜ご飯食べてないもん。最後の食事は12時だよ。じゃあよくない？いいよ。もう空いてるし、しかもこれは本当に大好きで、セブンのそれが売ってなかったの最近、それがあったの今日に限って。うまい。なんかでも初めて食べた時と違う気がする。そうなんです。まず良いところとしてはスティック状になっていて、スティック状になってるチーズケーキって売ってるけど、これはスティック状を食べやすい形状になってるんです。ここがだからワンハンドで食べれるよみたいな、気軽に食べれるよって。もちろんフォークでも食べれますけれども、ワンハンドで食べれるよ、こういうチーズケーキってあんまないと思うんですよ。で、信じられないくらいしっとりしたチーズケーキがありまして、弾力すら感じるくらいしっとりしてます。で、いいのがこの下のクッキーですね。クッキー生地、タルト生地的な、結構分厚くありますね、タルト生地がね。で、これがね、うん、これもチーズと同じくらいしっとりしてまして、で、結構甘い、でも塩味もある、だから甘さが引き立つっていうね。でも前のシーズンでこれが売ってた時は、もうちょっとこの下のクッキーのところがザクザクっていうかクッキー感があった気がするんだけど、今日のはなんかチーズケーキと一体化しちゃってる。あんまりなんかクッキー食べてるって感じがしないですね。変わったのかな。変わったかも。熱弁してしまった。
船長群マニア、ありがとうございます。これなんだろう、かわいいやつ。船長ありがとうございます。ありがとう船長。バターの香り強い？いや、チーズの香りが強いかな。結構ね、濃厚なチーズの香りがしてます。このラインまで食べちゃったよって時はこうスライドさせて、はい、おいしい。220円、安い。チーズケーキはね、ケーキ屋さんで買ったら500円以上するからね。清水さん、ちむどんどんの人に似てる。なんか最近よく言われる。なんだろう、おでこ上げてるから余計に。こんな嬉しいです、ありがとうございます。ちむどんどんって言われると絶対頭でかかるのがチキバンバン、チキチキバンバンってかかるんですけど、皆さんはどうですか？私だけか。ねえ、チンアナゴ、ありがとう。今からかかるようになりました。私のせいだ。何の歌だっけ。なんだっけ、なんだっけ、あ、何かの映画に、映画の中の映画で出てきた気がする。チキバン、チキチキバンバン僕は見に行きたいんだって子供が言って、お父さんが家族全員連れてってチキチキバンバンを映画館で家族で見てるっていうシーンがあった気がする。やばい、思い出したい。ベルファストかな、見ました。ベルファスト、ベルファスト、チキチキチキバンバンで調べよう。あ、やっぱそうだ、当たった、やった、当たりました。そう、ベルファストっていう映画を見に行って、でなんか村
の中で戦う、なんか人と人が戦うみたいな。だからその村を出なきゃいけないっていう家族がいて、で息子は出たくないんだけど、息子は家族が大好きなの。同じ村に住んでるおじいちゃんもおばあちゃんも大好きだし、家族が大好きだから離れたくないし、同じ学校に好きな人もいるんだけど村を出なきゃいけないっていう話なんだけど、それで息子が映画見に行きたいって、空飛ぶ車の映画を見に行きたいみたいなこと言って、家族全員でそのチキチキバンバンを見るシーンがあったんですよ。で白黒なんだけど、そのシーンが本当に素敵すぎて、白黒なのにとっても鮮やかに見えるっていうか、なんかやっぱ映画の中の映画ってすごい愛を込めて作られてるんだなってすごい思うの。映画を作る人が作る映画を見るシーンがすっごい素敵で、それだ、チキチキバンバンだ、それが多分見ました。ベルファスト映画の中でチキチキバンバンを見てるっていうシーンがめっちゃ良かった。好きなシーン、そう、そのベルファストっていう映画はすごい良かったです。90分ぐらいの、100分ぐらいかな、結構見やすい時間で、うん、家族の話かな。もうめっちゃ素敵なシーンがいっぱいある。今すごい思い出してきました。その映画館のシーンも好きだし、おばあちゃんとおじいちゃんのシーンも好きだし、その好きな女の子と僕のシーンもめっちゃ好きだし、めっちゃいい。おすすめです。上映してる映画館ある、あ、深谷シネマだって。深谷シネマ朝9時半からやってるって。いや、その1本だけですね多分。配信系もまだない。アカデミー賞脚本賞だって。すごい。私ちょっとなんか映画のさ、おすすめ喋るのうまいかも。チーズケーキ忘れてた。深谷シネマ、映画紹介の後の決め台詞を決めておかないと。キャラ付け、キャラ付けしとく。おいしい。ちょっと見たくなった。やったね。え、チキチキバンバンが離れないですよね、頭から。オール白黒なの？いい質問ですね。決め台詞。オールじゃないんですよ。カラーなところもあるんですよね。でもちゃんと意味のある多分分け方なんだと思う。でも白黒なのに本当に鮮やかに見えたんですよ、そのシーンが。以前ハングオーバー好きって聞いて衝撃を受けた。いや違うの、それの好きはさ、なんか適当に見れる好き。なんか見て感動したとか、なんか
あるじゃない、いろんな好きがあるじゃないですか、うん、めちゃめちゃ感動して泣ける好きとか、もうめっちゃ笑えて好きとか、なんか自分と重なるから好きとか、思い出深いから好きとかあるけど、ただただ楽しいから好きっていう映画もありません？なんか例えばお菓子食べながらとか、ご飯食べながら見てて楽しいとか、こんな集中しなきゃ、集中して見なきゃいけない映画もあれば、適当に見れる映画もあるじゃないですか。適当っていうのはそういう適当っていうか、ラフにみたいな。で、友達にハングオーバーはそういう時におすすめだよって言われて見たらすごい面白くて、なんかいい意味でくだらない、ずっと。それいいですよね。ちゃんとワンツースリー見ちゃったもん。そうなの、最後までちゃんとくだらないから、なんかくだらないけど、わ、考えさせられるみたいなのないの。永遠くだらないから最高。ちょっともうやだってシーンもいっぱいあるんですけど、やだやだってシーンとか、マジでやだっていうシーンもあるけど、結果くだらなくて最高。任侠学園っていう映画もずっとくだらなくて好きです。そう、ずっと下品なんだよねそう、ハングオーバーはずっとずっと上品じゃないんだよね。そうなの、いろんな下品が詰まってるって感じでもそれがくだらなくて面白い、バカだなっていう。そうなの、なんか今はあれですけど、友達とお家でピザとかお酒とか、そういうなんかそういう時に見たら流し見とかで楽しいぐらいのあれだと思います。3まで出てるってすごいよね、あれ、あの内容で。そう、任侠学園もねそうなんだよ、そのなんていうの、ヤクザの人たちが学校を救うみたいなやつで、効果音とかが、BGM とか効果音とかがいちいち面白い、なんかダサくて面白い。なんかね、結構好きです、任侠学園うん、しかも豪華なんですよ、キャストさんが。かなりその人たちがとにかくくだらないのをやってるっていうのもめっちゃ面白いし、見応えあるし、ドラマのタミオってあるじゃないですか、それと同じ監督で同じくだらなさがある。めっちゃ映画の話しちゃってる。タミオはもうなんか入れ替わりの設定っていっぱいあるけど最高に好きです。
なんか円剣さんがその自分の時の何も喋ってないだけで怖い時と、息子になった時の何も喋ってないのに面白い感じとかがすごすぎて本当に声出して笑っちゃう。さっき当てた初恋の悪魔は後で見ます。 TVer で。もう半分ぐらい食べた。しみさん髪伸びました？めちゃ伸びました。長いです、かなり。ちびりちびり食べてるんだね。ちびちびじゃない？ちびちびじゃない？ちびりちびりって初めて聞いた。うん、なるほど。ちびちびが書けないの。ちびりちびりは日本酒。へえ、日本酒のことちびりちびりって言うんだ。ちびりちびり飲むってこと？へえ。ちびりちびりチーズケーキを食べてます。そういえば明日で7月も終わりですね。怖いよ、もう怖い。もう8月？なんか7月があっという間すぎて、私あっという間のようで長かったのかな。ショータイムやってコントやって今ってことは2ヶ月であれですね。あれって誕生日ってこと？私さ、今日お話し会で皆さんへのサイン書いてて、でなぜか、なんでだっけな、忘れちゃったけど、今の自分の年を書いたんだよね。あ、生誕 T シャツかな、生誕 T シャツ着てくれてありがとうみたいな。で次の何歳の生誕 T シャツも着てねみたいな書いたのかな。でそれで私次の24歳の生誕 T も着てねって当たり前に書いてたので、それで今年の生誕 T のデザインを書いたのね。25ってここににっこり書いてあるやつで、その時えっと思って、
待って25歳だって思って怖かった。今自分は23歳だと思って次の24歳も来てねって書いたの。そしたら次25だと思って怖っと思った。自分がなんか全然自分の年齢を把握できてない、しっかりと。なんか認めたくないんだろうな、ずっと時止まってるんだもん。全然昔のままっていうか自覚してない。23歳に見える、うん、大して変わんないけどありがとうございます。25か、死者誤入って怖いよな。ちょっと待って、怖いこと言うね、怖いこと言いますね。そうだね、本当だね、マジか。あらさ、死者誤入したら年を取るってことは素敵なことだと思うし、素敵に年を取っていきたいので魅力が増すということで素敵なことだということで喜びます。うん、素敵なことだ、深みが増すんだ、おそらく自分に。でも星の王子様も言ってた、年齢とか数字とか職業とかそういうのはなんか意味ないっていうか、そういうことを気にするじゃダメだって言ってた。ありますよ、そこに。お兄ちゃんから借りた本を一生返してないんですけど、多分1年以上経っちゃった、やばいやばい。返さなきゃ。お兄ちゃんっていうかお兄ちゃんの奥さんから借りたね。本借りて返さないし、餃子は送ってもらうし、私は何もしてないやばい、なんか贈り物しなきゃとは思ってるけどしてない。しなきゃね。何がいいんだろうね。何送ろう、何がいいですかね。YK エージェントグッズ当たりくじ
当たりくじのグッズ。食べ物がいいよねやっぱりね。私も食べ物もらったし。なんだろう、東京のもののがいいのかな。兄ちゃんたちが住んでるところでは手に入れられないような食べ物、郵送できるやつ。美味しいのがいいな、私がこれは好きだってやつ。東京バナナ人気、信頼されてるね。よく使うのは私が好きなフィナンシェなんですけど、お店の名前知らないけど、フィナンシェさんすごい、あのバターのフィナンシェのやつ、駅中とかにあるあれ大好きなんです。あれチョコ味が期間限定であってめっちゃ美味しかった。バターは何でもうまい、間違いない、間違いないですね。バターバトラー、あ、それかもしれない、そういう名前だった気がする。すごいバターの甘い匂いがしてめっちゃ美味しいです。あとちょっと、すごいすごいすごい、水鉄砲。今食べてるやつ送ろう、セブンイレブンだよ。あ、うん、よかった、ごちそうさまでした。11時半じゃん。まあ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 、本当美味しい、コンビニスイーツって。最近見つけためっちゃ美味しいチーズケーキがあって、デパ地下のお店のなんだけど、お店の名前は分かんないんですけど、初めて見た時めっちゃ感動して、美味しかった。お店の名前は分かんないけど、それが大事ですよね。
回どうしよう時間。結構やっちゃってる、食べながら喋りながら。明日の話し会何着よう。今日はなんか全身ベージュになってしまって、やっちまったって思ったんですよ。でも朝早くてどうしようと思って、結構ねなんか散らかして服を決めてしまいました。でも本当いい加減にしてって思ったのが、バッグもベージュで恥ずかしかった。だってもうこれ絶対遠くから見たら裸じゃんと思って。しかもこの前なんだっけ、アメトークかな、アメトークか何かでなんか全身ベージュの話してて、今日のラッキーカラーかな、確かにそうだったらいい、調べてみますね。フェミン座、4位だって。何これ何これ、なんか私の知ってる占いのサイトと違う。何これ、あ、ん、あ、下半期の、なんか下半期の出てきた。え、見て、読んでみていいですか。椎茸占いの下半期は読んだけど、このサイトの下半期は読んでないの。天秤座のあなたへ新しい出会いに恵まれる。星座の中でもとりわけ素敵エレガントというイメージが強い天秤座、たまにはそのオーラを打ち破ることで愛の勝者になることも。だっててんびん座は単刀直入に言うと素敵な人なのです。自分の演出の仕方も社会的な高度も人間関係の機微、なんだ機微も本能的に知っていて、初対面でも人の気持ちをそらしません。人の気持ちをそらしません、なんだ。センスもよくエレガント、人に贈り物をする時の所作もとても上手。そんなあなたが愛に恵まれないわけがないのです。だってすごいエレガント、エレガントとか言われたことないけど、今日のラッキーカラーが知りたいんだけど、なんかすごい下半期とかが出てきちゃうんですけど、なんでだろう。椎茸占いにします。エレガントってなんだ。あ、じゃあ椎茸占い読んでみていいですか。明日までですけど1週間だから。天秤座、本音と演技のネイビーが出ています。今週の天秤座は結構バタバタしている状況の中、気合でいろいろなことを済ましていく流れがあります。そうだったかな。同時進行でやることが3つくらいあったり、忙しさを感じる場面も多くあったりします。今週のあなたにとってある程度の図太さみたいなものは大切になります、などなど書いてあり、あ、ラッキーカラー黄色、ベージュじゃなかった。あー、ラッキーカラー違うサイトでもベージュじゃないね。ちくしょう、えっしょ、はい、すいませんでした。あー、全然ベージュじゃない今日のラッキーカラー。残念でした。確かに系統は近い。
いって本当楽しいですよね。不思議。そうで今日は全身ベージュで恥ずかしかったよっていう。でバッグもベージュだったし、ベルトは茶色だったけど。明日はどうしよう。でもね、お話し会こっから上しか見えないですもんね、言うてね、今もだけど。でも今日のこのトップスは本当にお気に入りで、ここのひらひらがなんか餃子とかワンタンに見えてきて可愛い。今年はなんか、まあ、一応ね、これもノースリーブ、今年はノースリーブいっぱい着てる気がする。2年前とかノースリーブ全然着れなかったんですよ、私あんまり苦手で。今年はね結構着てます。餃子って言われたら嫌だとか思うのかと。全然褒め言葉好きだし、餃子。腕細いじゃん。腕が一番太い。絶対に腕は出したくない、なるべく長袖とかね好きだけど、まあ、夏だからね。絶妙な半袖とかがあんま似合わないの、太いとこしか出なくて。肩まで出せばまあいいんだけど、なんかこっから下しか出ませんが一番太く見えてちょっとあれなんですけど、だから腕はね、なんか中学生の頃に音楽忘れない、もう一生忘れないんだけど、音楽の授業の時に、音楽の授業で隣の席だった人に「清水って腕太えな」って言われたのが忘れられなくて。でその男子が、男子だったんだけど、なんかテニス部でめっちゃなんか強いし頭もいいしみたいな、ただ本当に口だけが悪いやつで、で腕こう横に並べられて、清水腕太えなとか言われたの本当忘れらんなくて。そうなん、今でも覚えてる。でも本当に腕はね、まあでも力はありますけど、しっかり太い分。それ好きだったからじゃない？そうなの？マジか。だったらそのアプローチ間違ってるよって言ってあげたい。それ間違ってるよ。右に座ってた。忘れない。なんか中学生の頃とかのことでも全然鮮明に覚えてることとかある。中学校のなんか仲いい女の子のとのたまり場があって、いつも二人でそこで話してて、そこに卒業の前とかにマリアってその友達の名前書いたりしてて、今でも残ってんのかな。高校の時はその高校の駅のいつも友達と話してたところとかにマリア、その名前、友達の名前とか書いて、でそれをね
3年前ぐらいかな、見た時に残ってたんですよね。青春だよね、めっちゃ青春だよね。そう、本棚とかだった気がする。すごくない？めっちゃ思い出。あと小学生の頃に描いた絵が小学校に飾ってあったりとか、今はどうだろう分かんないけど、1年前とかにあったんだよね。すごいよね。また見に行こう、残ってるか。あと小学生の時、2年生の時になんか東京から引っ越してきた女の子がいて、私は誰よりも先に友達になろうって思って遊ぼうって言って、なんか春だったから何玄関校庭までじゃないんだけど、玄関の出たところに学校のねちっちゃい庭みたいなのあって、そこに桜があって、散ってくる桜の花びらを黄色い帽子でこう取るっていう遊びをしたっていうのが本当に今でも忘れられない。可愛すぎない？小学2年生。それからもその子とはめちゃ仲良くなってみたいな。ね、覚えてる。すごいいい思い出だけ。懐かしい。小学生のマリアどんな感じだったんだろう。木登りとかしてた、学校の木で。木登り、ドッジボールとかしてた。高学年だったら校庭でバスケとかしてた。全然なんかアクティブだった気がする。木登り兄ちゃんが2人いたから多分ちゃんとわんぱくだったと思います。体育祭とか、体育祭運動会とか、体育祭、中学の体育祭とかもめっちゃ気合い入れるタイプだった。ちゃんとやらない男子を怒ったりとかしてましたよ。よくあるじゃないですか、男子みたいなやつ。そういうタイプだった。合唱コンはね男子ちゃんとやってとかなんだけど、体育祭はちゃんと長縄とかちゃんとやろうみたいな感じだったそういうタイプだった中学生までは。腕まくりしてる感じだ。え、それどういうこと？腕まくりってみんな言ってる。何？何の例え言葉？ああ、体育着をノースリーブ。あー、なるほどね、こういうやつね。やってたかも。やってたし、タオルもこう前からかける人だったかもしれない。か、片方の肩にこう縦にかけるか、タオル前にかけるか。必ずタオルを持ってた。なんかタオルが流行ってたんだよね多分。自分を表現するタオルを持つっていうのが、あ、この柄は誰々ちゃんのだねっていうやつ。
で部活の名残もあると思うけど、だからなんか好きなアーティストがいる人はそのアーティストのライブのマフラータオルとかを持ったりとかしたりとかね。その頃から AKB が好きだった？もちろんです、大好きだった、マジで大好きだった。振りコピとかしてたもん。友達、 AKB 好きだった友達となんか2人で振り起こしみたいなしてマジスカロックンロールとか、テモデモの涙とか、大声ダイヤモンドとか、踊れるようになろうとか言って2人でなんか階段下のなんか踊り場みたいなところでなんか踊ってたりとかしたな。その友達からしたらびっくりだよね、そうやって遊んでた友達が AKB になったんだもんね。給食の時間も放送委員の人にさ AKB かけてって言ったりとか。何年前、半分くらい前、半分は行き過ぎた、結構前、10年くらい前、マジか、10年も経ってんのか。プッチョ買ってたの？買ってた。アミナさんが好きだったんで、アミナさんがなんか欲しくていっぱい買ったりしてたな。プッチョ。やばい、12時になっちゃう。やばい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 、お風呂入りたい。チーズケーキ食べて終わるつもりが、なんかやっぱショールームって始めちゃうとさ本当にいっぱい喋っちゃって、なんか一人でいっぱい喋っちゃって、見てくれてありがとうございます。ただただダラダラ喋ってるだけなのに。よみがえるガーリックバター味食べましたか？めっちゃ気になる、何それ。え？スーパーポテト、よみがえるガーリックバター、何それ。はいはいはい、このパッケージは見たことあるけど買ったことないな。味濃そう。あ、なんかこういうポテチとかのパッケージでいつも思うんですけど、こういう料理の方がめっちゃ美味しそうじゃないですか。ピザポテトのピザとか、ここ本当に美味しそう。最高。なんて言うんでしたっけ、しずる、しずるって言うんでしたっけ、しずる、なんか美味しそうに撮ること、美味しそうな見た目、なんかの番組でそれを専門にしてるなんかスタジオみたいな会社みたいなやつのやつ見た。あ、かりそめ天国かな。しずる感、しずる、しずる、ん、わかんないイントネーション。美味しいものを作るじゃなくて、美味しく見えるものを作るみたいな。美味しそう、
なものみたいなね。やばいやばい、終わりにしよう。だらだら喋ってしまった。ありがとうございます、見てくれて。チーズケーキ美味しかったです。皆さんもぜひ。じゃあランキング読みます。20位、おやちゃん、ありがとうございます。19位、タッチゴール群馬ニア、ありがとうございます。18位、ひろのり群馬ニア、マリアちゃんってエレガントだね。もう取ってつけたように言ってくれてる、ありがとうございます。17位、ホアン、ありがとうございます。ホアン。16位、ユアン台湾群馬ニア、ありがとうございます。15位、ミヤコブルー群馬ニア研究生、ありがとうございます。14位、リョウ幕張の群馬ニア、ありがとうございます。13位、幼いクリーニングアット群馬ニア、ありがとうございます。12位、同胞葵、ありがとうございます。11位、水まりしびこ海から失礼群馬ニア、ありがとう。海綺麗でした、ありがとうございます。10位、うさっちょー、うさっちょー、ありがとうございます。かわいい名前。9位、ゆうや、あと今日もそしていつもありがとう、こちらこそいつもありがとうございます。8位、そうすけ群馬ニア、ありがとうございます。7位、けんけん群馬ニア、南の島で海入って日焼けして風呂つらい人。いいな、楽しそう。いいね、なんか懐かしい、その日焼けしてお風呂痛いみたいなやつ、忘れてたその感覚、ありがとうございます。6位、三国屋善次郎、ありがとうございます。猫かわいい。5位、カズミン群馬ニア餃子ラーメン、美味しそう。イラスト、ん、何、絵文字だけで美味しそう、ありがとうございます。4位、ヘルエスタ、ありがとうございます。ヘルエスタ、ありがとう。3位、三角おむすび群馬ニア、ありがとうございます。2位、しーちゃん、ありがとうございます。しーちゃん、ありがとうございます。そして1位、船長群馬ニア、船長、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。ありがとう。みんな戦ってるからマリアのルームが平和。ね、みんなで、ファンの人もメンバーもだけど、ファンの皆さんも早起きとかね、夜までだったりとか、今更言うの遅いけど、ブルーライトカットのメガネとかした方がいいかもしれない。今更言うの絶対遅いんですけど、初めてのショールームイベントやった時、時間無制限で完全に目悪くなったもんね、疲れちゃって目が。今更言うの遅いか。みんななんかブルーライトカットのメガネ支給してほしい、ショールームイベントやってる人に。ね、大変だとは思いますけど、頑張ってください、頑張ってください。めっちゃ人ごとでもね、それがメンバーとの絆になるはずだし、きっと今年の思い出にもなるはずなので。明日も早起き、早起きだったらこの時間までやってないですよ。明日はお話し会だけだし、しかも何部からだろう、今日は一部からだけど、明日は4、5とか、すごいね、ゆっくりなので最高。確か途中から始めた、そうだ忘れてた、なんであんな途中から始めたの私、そうだよね、逆襲のマリアみたいな名前つけて、
途中から参加した気がする。でも途中なのにランクインしたんですよね。あれすごいね。なんで途中から始めたんだっけ、忘れちゃった。懐かしい。ほらこうやって思い出がねあるから、こうやってメンバーとファンの皆さんの思い出になるから大事ですよね、一緒に頑張れる期間っていうのは。ね、懐かしい。そんな途中参加とかできたんだ昔は。なんかショールームでいきなりやるって笑、いきなりやりますって言ったんだ。なんでなんだろうねもうやばかったよね今考えると、時間無制限だったから。懐かしい。あ、そうだよね、だから私が先月かなショールームイベントで皆さんが1位にしてくれたミニがもうすぐ発売ですよね。9月号だもんね。8月1日発売かな。ワクワク、どんな風に映ってるんだろう。ワクワク。オフショットも載せていいんだよねきっとね、発売したら。いっぱい写真撮ったのでいっぱい載せます。はい、やばい、もう12時になる。ではおやすみなさい。明日もお話し会待ってます。バイバイ。遅くまでやってごめんね。あバイバイ、おやすみなさい、ありがとう、バイバイ、まつげすごっ、バイバイ、おやすみ。